長のチャンネルです。今日はですね、プロレスラー診断テスト、あ、なんだっけ。プロレスラーオールスター診断。プロレスラーオールスター診断ということで、前回ね、大好評だったので、前回のハ行のところで、一つ抜けてるのがありました。アイアンチームではなくてですね、4月に、亡くなりました、あけぼのさんね、のやつがちょうどね、抜けてましたので、ちょっと今回まず、まあ、あけぼの選手はね、もう自分の試合の中で記憶に残ってるのってほぼなくて、映像で出てて残ってる。だからもう覚えてないのがいっぱいだから、あけぼの選手は組んでるのも覚えてなくて、俺はやっぱその近いものしか覚えてないのよ。超のスカウター、世界のプロレスラーチェックする。俺タッグも組んでるってこの間言ってて、2007年か。あ、だから俺もう辞める前ぐらいでね、ちょっともう、多分もう、まあ、ごたごたはしてる時で、その前の年が2000だ。あ、橋本選手が2006年亡くなってるのか。あ、2005年2005年。そうだよね。でその前の年の G1 は優勝してるんだよ、最後の優勝で。あ、じゃあもう2007年だと、もう多分もう自分の中でいつ辞めようかっていうの、ね、で会社がごたごたしててタッグリングどころじゃなかったっていう。7試合も一緒にやってんの、チームなんで。嘘。そ、7試合何かエピソード聞けたらいいかなと思ったんですけど。ああ、そのエピソード。そっちね。いや、俺外国人選手も、まあ横綱日本人だけども、なんかいろいろ組むのよ、なんか、はい、ほら2メーター30ぐらいの2人いたじゃん、はいはいはい、あいつらと組んだりとかで、その時なんかさ、四国かなんか、それは覚えてたけど、あけぼんじゃないけどね。それはさ、今治かなんかの試合でさ、俺タッグ組んでて、ブラジリアンの方ね、ジャイアントシルバーかな、マシン、ストロングマシンかなんか、俺が歯がガーッとして、でシルバーに上登れってトップロープ登って、ダイビングラリーとやれって、でバーッつって、うわすげえな、これ立ったらとんでもないたくさんあるね。そしたら平田さんがとんでもない力でバーッてさ飛んできて、瞬間で逃げちゃって、もう俺に直撃。それで俺その後もう首痺れちゃって動けなくて、あ、俺もそこからシリーズ休場みたいな感じ。もうね、その時は当たった瞬間痛さとかないね。俺の25周年の大会の時にロイヤルランボみたいに先輩たちをいっぱい入れて、でもうその荒川さんとか確かね、その辺の人たちいたんだけども、その人たちはもう入場して、曲が入場がもう一つのなんていうの、見せ場、もうリングまで上がらないっていうようなね、でも OK っていう形の設定をしてて、頭にでそれを持ってきて、でケツは俺の、俺は誰と組んだんだっけ、武藤さんと小橋君と組んで、でそのこっちが第三世代かな、かなんか組んで、でそのど真ん中あたりにやっぱちょっとプロレスっぽい試合が欲しいなっていうので組んだのがスリーウェイで、アケボノ選手、ビッグバーナード、ジャイアントバーナード、それから、吉江豊か、ね、吉江選手もね、この間亡くなっちゃってるんですけども、だから、まあ、ここで要はそのスーパーヘビー級のね、みんな、まあアケボノ選手が2メーター超でしょ、でバーナードも 2メーター超で、吉江が170センチ、あ、そんな低くないか、180センチぐらい、でもみんな140キロで、バーナードも150、60キロかな。で、アケボノ選手がやっぱりもう少し絞ってたけども、でもそれでも210か20ぐらいあったのかな。でそこにもう一つ、アケボノ選手、俺の中では、両国、元横綱という形で、で
キムハワイアンの小錦、小錦はちょうど俺同い年で、若い時から俺知ってたから、だから小錦関にレフリーやってくんないかっていう形で小錦がレフリーでという、ちょっとそしたらやっぱやっぱお相撲さんがやっぱもともと自分たちの聖地で、そのプロレスをやるっていうのはどっかでなんかこう葛藤があると思う、うん、でただやっぱね、あけぼの選手っていうのはやっぱその大きなその興行ってやっぱ相撲の興行ってやっぱ基本一緒だから、やっぱ客を楽しませるっていうところで、だから相撲もどんどんぶつかれと、それからやっぱりその次に客がもう一回見に来るような試合をやる、多分興行って多分ね、ボクシングも野球もプロレスも全部変わらないと思う。まあ曙関は確かに一番最初のデビュー戦が WWE でそのビッグショーか、もういきなり全米の生中継かなんかでのデビュー戦という、やっぱそのまあアメリカでもやっぱり初めてのアメリカ人横綱ということで、かなりやっぱりこう超セレブというところだったので、まあその辺のところ、ただね、本当彼はその若鷹の全盛期のもうそのヒールじゃないね、でやっぱその天下の横綱もうあれだけ毎週 NHK でね、6時台の最後の鳥に出てくる、やっぱみんな知ってるわけじゃん。だけどね、その横綱たるそのなんていうの、まあもう要求されてる時には横綱をちゃんと演じるけども、でもそうではない裏のところではもう普通の太郎くんになる。もうあれ俺そうなと思ったね。うん。どんな感じなんですか。うん、だからまあ横綱って言うとやっぱりどうしてもみんながもう要は親分だから、こういう形で話をね、それからやっぱこう喋んなきゃいけないわけじゃない。だけどもそこをこう喋らずに普通にこう喋る、うん、だからまあ俺らなんかもやっぱり年は向こうの方が若いけど、若くてその、ね、プロレス的なキャリアは、まだまだっていう時だけども、でもやっぱり横綱っていうその、ね、社会的地位があるから、俺らもやっぱ尊重して、ね、横綱どうよっていうふうにやったけど、いや横綱って私まだ新弟子ですからっていうようなことを自分から言ってくんだよね、うん、あの辺はねすごい、もうやっぱまあアメリカ人もあるのかもしれないけども、ただやっぱプライドは強いよ。あ、それの一個上の小錦関がやっぱそのなんていうの、人種差別と戦ってきてるんだよ日本の中で。だからやっぱ高見山関とか、小錦なんかがやっぱそこでもう、もうどっちかというと喧嘩腰だよね。だから俺らが小錦と最初会った時はまだ何部屋だっけな、で安弟子の水戸泉さんとかも一緒にいたんだけど、もうとにかくでかいわけよ2人とも。で俺と武藤さんがなんかで遊びに行って、でまあ向こうももうまだペーペーなんだけど、やっぱ注目されてたから、でかなりやっぱいじめられたと思うんだよね、うん、だからそういうところで小錦関なんかがはやっぱり曙関と完全に壁なしたと思う、ね、うん、そこでやっぱ怒らすと大変だと、サモアンハワイアン系は大変だと、まあ、サモアン系とかね、まあちょっとややこしい、ドラディションという団体あるでしょ。で、あそこのドラディションっていうところが、もともとが、なんだっけな、ムガ。そうそう、ムガっていうところで、要はサマアン系のこれも相撲から上がりのやつを一回取ったの。南海流っていうかな。でね、彼はやっぱ相撲でもかなりトラブルメーカーで、お酒を飲むともう大暴れするっていうんで、クビになった。で、プロレスに入って、で、藤波さんがそれを受け負った。うん、でもやっぱトラブったよね。
最後どっか俺直接見たことあるのは横浜アリーナかなんかの大会の時に打ち上げかなんかやった後なんか酒飲んじゃっててそこでなんか暴れててあのそいつが暴れてるとかって話してでも道場ではもう何回も暴れてその喧嘩になってたりとかってなったらしくてでもうそろそろダメじゃねえかって言ったらそこの横浜アリーナの何かの打ち上げの試合の打ち上げかなんかの時に暴れて結局クビになっちゃったんだけどもサーモン系はね酒のトラブルが多いんだよもうとにかく酒入ったらダメなのがもうあのアイランド系の人たちだから小錦と明けぼの関はそこら辺はちゃんとコントロールできたからこの業界で残ってちゃんと上まで取れた、うん、でさらにやっぱその小錦関が上にドンってそこでやっぱそこでそういう地位をちゃんと大関までの地位を作ってだから明けぼの関はやっぱりあのここ兄貴分としてのこう絆があるんだよね見てて、うん、だから俺はその両国のところでやっぱりその小錦関も一緒に上げてあげたいなっていうので、うん、それでやっぱりなんかそれを見てたらやっぱりあの2人がこうレフリーとして小錦関がいるっていう対する安心感そうするとやっぱりこっちの吉江それからバーナードもね元アメフトの選手で体も2メーター近くあってものすごいいい選手なんだけども彼は本当インサイドワークっていうのはすごいうまいバーナードっていうのは、ね、だからもうどんなタイプでもできる選手なんだけどもだからやっぱあの小錦じゃなくて揚げ物関がまだデビューしてそんなまだ立てない時だったんだけども伸び伸びとしてはすごいね、いい試合をやってくれてたっていうでやっぱそれは俺の中ではやっぱなんか思い出に残ってそのやっぱプロレスってやっぱなんだかんだ言ってそのスーパーヘビーのやつらがぶつかり合うでその技がどうこうのじゃなくてやっぱでかいやつがぶつかり合うっていうのがまずベースで俺はなんか俺の中のプロレスってあってでその人にまあヘビー級のね俺らレベルの体格のやつがちょっとこう技を見せ合うだとかあのぶつかり合うっていうのがあってでその下にジュニアのさらにもっと細かいテクニックがっていうのがやっぱこのスーパーヘビー級ありきだと思うんだよね俺、うん、だからその辺のところがやっぱりその、 あの出せたのは俺の世代でいくとやっぱりもうあの明けぼの選手しかいなかったなっていうのがやっぱ、ね、今日本でやっぱ欲しいのはそのスーパーヘビー級の選手がやっぱ一人いてくれると全然イメージが違うんでね、うん、だから明けぼの選手はなんかそういう形でなんだろうその相撲のベースっていうのをものすごい大切にしてるしでそれと別で今度やっぱりその例えば彼の中で別じゃなかったと思うんだよねその興行という枠の中で客をいかに楽しませるかっていうアメリカ人の感覚違うのよもうアメリカ人でベース多分そういうもの持ってるよねうんだからどっかのレストランとか行ってもウェイテルスの人たちはやっぱりプロの人はいかにお客さんが楽しんでもらえるかっていうようなその相手のことをビジネスだから自分だけじゃなくて相手がどう楽しんでもらえるかっていうようなことがだからあの2人もやっぱり小錦と明けぼの関もやっぱりそのリングに立った時にやっぱその、まあ、興行のお客さんがわーっと来てるあれをこうその感触、うん、でまたプロレスと相撲の声援って多分違うと思うから、あけぼの関なんかやっぱそれがいうものをやっぱり好きだったろうしだからあの相撲とは別にまたプロレスをちゃんとこうやっててくれてたよねだから本当ねボランティアみたいな試合にも行ってたもん、あの横綱が何百人しか入らないどっかのちっちゃいプロモーターが来てくれっていうところを言ってたよね。あれなんかそういうとこし、横綱こんなとこ出んの？で、こう長い間闘病生活をしてたっていうのはもう知ってたんで、とにかくやっぱあの長いこと頑張ったなっていうね、そっちの方があのまず一歩聞いた時は感じましたけども、やっぱ NHK でもね、ニュースでもずっと報道されてたし。でその中で、ね、そのプロレスラーという、ね、言葉もあのちゃんと入ってたんであれは多分あの本人も多分、嬉しかったんじゃないかなと思います。まあだから全てマークで言ったらもうね亡くなってる方はもう全部満点です
そういうシステムでしたよ。でもパーマーとかね、あけぼの駅のスピード、瞬発力とか体当たりのあるとかね、あと突っ張りはね、やっぱすごいよ。だから、でもパワー10、うん、スキル10、うん、で今お聞きしてたとか性格も、性格ももう性格は本当完璧じゃないの。ね、うん、もう気配りとかね、あ、素晴らしい。項目あるんで、あとは何を？食欲。食欲はどうですか？食欲すごいらしいよ。俺食べたことないけど、一回になんか1万何千カロリー取るとかしたじゃん。なんか、いや、とんでもない数そんな。ということで、はい。あけぼのデッキの点数はこちらです。丸投げしたじゃないですか。こっちに丸投げしたじゃないですか。いやいや、もうずっと説明したじゃん。まあ、カットしてもらって構わないけどね。蝶野ちゃん、登録よろしくお願いします。あいや、蝶野。